今回紹介するのは、レモンのお菓子、レモンケーキ、マフィン、タルト、プディングという本です。レモンケーキ、マフィン、チーズケーキ、プディング。甘酸っぱくて、爽やかで美味しいレモンを使ったお菓子45。ここ数年、レモンにハマっています。旬の時期に、無農薬栽培レモンを箱いっぱいに買って、 食べきれない分はせっせと冷凍してましたそんな時こちらの本を見つけ早速購入焼き菓子、飲み物、冷たいデザート、レモンの保存の仕方まで載っています私がまず作ったのはレモンムース薄っすらとしたクリームイエローでレモンのフレッシュな風味が活かせられている感じですレモンの香りと風味が効いていて美味しかったです その次に作りたいのはレモンの紅茶ティラミスとレモンのトライフルこちらもフレッシュイエローが素敵です天気の良い日にレモンのデザートが食べれたらいいなぁ。レシピごとにおしゃれな写真も掲載されていて読み物としてもおすすめですこのレシピの次はレモンの木でも買おうかな思っています以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします